キュウリー図解は、福沢諭吉の著書の一つ。正式名称は、君毛キュウリー図解。1868年の初週に、慶応義塾から和装の三冠本として出版された。1861年から1867年にかけて、イギリスとアメリカで出版された、物理書、博物書、地理書を参考にして、日常の身近な自然現象を平易に図解した。 書き物である。日本で最初の科学入門書とされる。訓謀とは子供や初心者に教え悟すという意味であり、キュウ理学とは当時の言葉で講義の物理学のことを指す。1872年に発布され施行された学生から、キュウ理という言葉が使われなくなり、代わりに物理という言葉が使用されるようになった。さらに、 本書は小学校の教科書として使用されるようにもなった。福沢は1867年に幕府の軍艦受取委員の小野智五郎の図員として二度目のアメリカ合衆国への渡航を果たした。この際、大量の書物を購入し、その中に A 版・チャンブル給リ書や米版クワッケンボス給リ書等の七冊の物理学、博物学、地理学の書物が含まれていた。 これらの書物から適当な部分を選択して翻訳し、西洋の字物を日本の字物に置き換えて翻案することにより本書は成立した。以下、福沢諭吉著作集第二巻世界国人旧理図解慶應義塾大学出版会二千二年からの引用を含む。最初に西洋人の説として何事においてもその原理原則を知らないで単に結果を受け取るだけでは、 馬のまぐさを食い、その味落ちてそのしながらを知らざるがごとしと述べて、原理から物事の仕組みを知ることの重要性を説く。続けて、こうにも、人として、この世に生まれなば、よく心を用いて、何事にも、大小形重にかかわらず、まずそのものを知りその理を極め、一時一物も捨ておくべからずと、科学する心と物理の重要性を説く。本書は、要書の翻訳でありながら、 翻訳帳ではなく、分かりやすい日常語を使用して、図を多用し、子供や女性にも理解しやすいように配慮されている。そのため小学校の教科書にも使用されることとなった。最後に、翻訳の現象を7冊上げて、読者の参考としている。第1章第1章では、運気のことを解説する。運気の源として第1に、日輪を上げて、ガラスのレンズで太陽の光を集めて、 物を焼く実験を解説する。続けて、第2には、物の調合。第3には、摩擦熱や、火打ち石のことを。第4には、エレキトルのことを落雷を例を挙げて説明する。最後に、温度計のことを図示して解説する。水が沸騰すると、下二212度になり、氷が溶かし32度になり、氷を粉にして塩を混ぜると、下肢0度になると解説する。第二章。 第2章では空気のことを解説する。水鉄砲を例に挙げて空気の作用と水鉄砲の原理を解説する。さらに続けてポンプや生育器のことも説明する。また、第2章の終わりで小引き調子を止めの三河や綱吉という小間物屋が持ってきた夏の衣服に切り服道具を例に挙げて空気の作用がこのような身近な道具にも備わっていることを示す。 このように非常に身近で些細なことを例にして、空気の理語を説明した後で、とって世の中の物事は、大小に関わらず、道理を考えずしてそのままに捨ておけば、そのままのことにて、面白くもなく珍しくもあらざれども、よく心を止めて、これを吟味するときは、人界一変、この葉一枚のことにてもその理あらざる話。故に人たる者は幼き時より心を正にして、何事にも、 義を起こし、広くものを知り、遠くりを求て、知識を開かんことを務むむべし。徳義みを治め知恵を磨くは、人間の食分なりと科学する心得を述べている。第3章第3章では、水のことを解説する。水の性質として、裁本の原理を説明し、水道や吹き出し井戸のことを解説する。最後に、山から吹き出している流水が、 半年だけ枯れるのはなぜかを図示して説明する。第4章第4章では、風のことを解説する。巡る道路を例に挙げて、熱せられた空気は軽くなって、上に登ることを説明する。それから、説明は、地球規模に拡大し、季節風のメカニズムも同じ原理で起こることを説明する。最後に、なぜ、昼は、海から陸に向かって、風が吹き、 夜は逆に陸から海に向かって風が吹くのかを解説する。第5章第5章では雲と雨のことを解説する。洗濯物を干す図を上げてなぜ物が乾くのか疑問を投げかけ蒸発儀のことを説明する。さらに蒸発儀が冷えれば雲や霧の形に変わることを解説する。この原理を使って上路間の仕組みを図示して説明する。ここから 右はただ道具仕掛けの細なる説はなれども、世界中に雨の降るもこのりより外ならずと視野を広げて、水蒸気が雨になり、また蒸発して循環することも、同じ原理で起こることを述べる。さらに、水蒸気が霧になる例として、鉱山に登れば、足元から白雲が起こることを挙げて、富士山の笠雲を図示し,して解説する。最後に、 水が蒸発するときに熱を奪うため涼しくなることを、庭園に水をまく図を挙げて説明する。第六章第六章では、氷、雪、露、霜、氷のことを解説する。まず、空中の水蒸気が冷えて露になることを述べて、晴れた夜は、地面が冷えるから路ができやすく、曇りの夜は逆にできにくいことを説明する。さらに、夜の冷気が激しくなり、 温度が下肢32度より下がると、炉が霜になることを述べる。また、雲が雨になるときに温度が下肢32度より下がると、水蒸気が凝結して、雪になり、雨が凝結すると、氷や荒れになることを説明する。最後に、水が氷になると溶石が増えるため、氷は水に浮かぶことを説明する。第7章第7章では、引力のことを解説する。最初に、 物は物と互いに相引き北外にスケッチかかんとするの、力あり。これを引力という、およそ世界中の万物、その大小にかかわらず、この引力を備えざるものなしと引力の定義を述べて、地球の引力を説明し、玉と玉が引力でくっつかないのは、地球の引力が非常に大きい体と解説する。そして、地表から離れるほど地球からの引力が減少するため、 物が軽くなることを示す。その例として、千金の鉄の玉を高さ59兆余りの山の上に持ち上げると、998金になることを述べる。さらに、この割合にて、だんだんに高く上り、9万八千里余りの月の世界にいたらば、この千金の玉、わずかに50問目元になるべしと、具体的に計算して、物が軽くなる仕組みを詳しく解説する。 次に、遠心力と急心力のことを解説し、なぜ地球が太陽の周りを回るのか図を使って説明する。さらに、宇宙に目を向けて、空ぼう,ぼうたる広き点に、数弦もなき星の列りて、開白の死より今日に至るまで、その行列を乱ることなきは、簡引力の致すところなり、星にも種類ありて、遠き者を構成と言い,い、近き者を優勢と言う。 恒星の陶器こといく奥万里という限りなしと、恒星と優星のことを解説し、優星が恒星の周りを回るものであり、五星と言われた木、角金水の星々も優星であり、地球もまた優星の一種であることを述べる。そのため、他の優星から地球を見たら、やはり星のように見えると指摘する。さらに恒星が太陽と同じ種類の星であることを説明する。また、 銀河も、恒星の集まりであることを述べて、銀河の高さなどに至りては、屋長の数にて、とても測るべからず。広大と、やいわん、無変と、やいわん、これを考えても、気の遠くなるほどのことなりと宇宙の広大さを述べる。次に、一転して、極微の世界に目を向けて、顕微鏡を図示する。その顕微鏡で一滴の池の水の中にも、幾千の虫がいることを指摘して、 その虫の細なること、百万の数をたかるとも、血失部の大差に及ばずと微細な世界を紹介する。最後に、地震、雷、虹、彗星などに関しては、ほぼ同じ時期に出版された、小畑徳次郎の天変地位を参照するように述べて締めくくる。第八章第八章では、昼夜のことを解説する。西暦1606年に、ガリレオが、 地動説を提唱して地球が動くことが一般に広まったことを述べる。さらに地球の形が傘や橙々身のように丸いことを述べて地球の大きさを示す。そして地球が丸いことから太陽に照らされている面が昼となり照らされていない面が夜になることを解説する。さらに西に行けば行くほど日の暮れるのも遅くなることを具体的に江戸、北京、 ロンドンの時差を計算して解説する。第九章第九章では、四季のことを解説する。日輪も、丸い形をした火の玉であることを述べて、地球の光点を駒が、暗曇の周りを回ることに例えて解説する。光点により、365日と二時半夜で一周して一年になることを述べる。そして、四季の起こる原因として、地球の太陽に、無効面が垂直の時は、 夏で斜めになるときは冬になることを述べる。第10章第10章では日食と月食のことを解説する。月は地球の衛星で地球の周りを回っていることを図示し、自分では光らないで日輪の光を反射して光っていることを述べる。さらに月が地球の周りを回るにつれて、新月から三日月、半月、満月となり、また続けて回るにつれて逆に、 満月から半月、三日月、新月と戻ることを図示して解説する。次に月が日輪と地球の間に入る時に日食が起こり、地球が月と日輪の間に入る時に月食が起こることを解説する。さらに日輪と月の大きさや地球からの距離を述べて、世界より日輪へ、蒸気者の道あるとして、これに乗りて、かけるなば、500年の間、 かける詰めにして、ようやく日輪のところへ届くべしと言えりと、地球と日輪との距離の大きさに簡単して締めくくる。明治の初めに、本書が先駆けとなって、キ給リ熱と言われる科学入門書のブームが起きた。このこともあり、版はいくつか出ており、初版が1868年、再版が1871年6月、第3版が1873年6月に、 出版された。神奈川記録は、福沢のキュウリ遣いをもじった、カッパ総電キュウリいという国慶本を発表している。ありがとうございます。